フォーリング・イン・リバースとは、アメリカ合衆国、ラスベガスにて結成された、ポストハードコアバンドである。ロックを中心にポストハードコアや、ポップパンクなどの曲が多く、その他にメタルコア、スクリーム、エモなどもある。エスケープ・ザ・フェイトのボーカルだった、ロニー・ラ・ドッキーが結成したバンド。ちなみに、ボーカルのロニーは、警察沙汰の不祥事を起こして、エスケープ・ザ・フェイトをクビになった。 2013年9月10日ホーリングインリバースはファンのためにアンプラグドアンセンサードツアーをこの秋に行うと発表した。またチケット収益の一部はリビングザドリームファンデーションに寄付された。2020年2月15日2011年リリースのアルバムザ・ドラッグ・イン・メイズ・ユーがアメリカでゴールドディスクを獲得したことを受け、表題曲であるザ・ドラッグ・イン・メイズ・ユーを 現在のメンバーで再構築したザ・ドラッグ・イン・メイズ・リー・イマジンドとして配信シングルでリリースされた。また、同日には同曲のミュージックビデオも公開された。2020年4月22日、ギタリストのデレック・ジョーンズが逝去。死因は公表されていない。2020年5月14日、前年11月にリリースされたシングルポピュラ・モンスターがアメリカの メジアバーセアクティブロックチャートにて3週連続で1位を獲得。また、YouTube における再生回数が2000万回を超えた。2020年7月15日、2017年にリリースされたアルバム、Coming Home のセッション時に作られたという未発表曲、Carry On を配信シングルとしてリリース。2020年10月18日、2018年に、 バンドを脱退したギタリストのクリスチャン・トンプソンがインスタグラムにて再加入する旨を発表。2021年2月13日、ザ・ドラッグ・イン・メイズ・優位収録曲である、i イ m Not A Vampire のセルフリメイクである、i イ m Not A Vampire を配信シングルとしてリリース。また、4月の16日と30日に、それぞれ異なるセットリストで、ライブストリーミングコンサート、 ライブフロムザアンノーンを開催することも発表。ありがとうございます。